皆様おはようございます。デイリーセントーズです。今日は日曜日なので息子タイガー君を主人に、預けて、まつげパーマに行きたいと思います。でその後妹と母と合流して、お弁当を買ってお家でランチをしたいと思います。からねちょっとシンプルメイクをして家を出たいと思います。その前に今日を開封したんですけど、カラコンを紹介したいなと思います。私は普段リリアンナさんで購入してます。今お気に入りで使っているのがこちらエバーカラーワンデーナチュラルのエヌイルックとフィルグッドです。この2つすごいナチュラルでおすすめなので皆さんぜひチェックしてみてください。じゃあまた。今日のコーディネートはこんな感じです。もう毎日同じ服しか着てませんね。知識濃くなんで。
くシンプルなメイクなので、よければ見てください。と昔はすごいキメキメのメイクしてたんですよ。子供の前はつけまとかも絶対やってましたし、あとアイラインをキャットアイに引いてメイクしてたんですけど、もう今はもうめんどくさいのですごいシンプルなメイクをしてます。とまず最初に日焼け止めですね、塗っていきたいと思います。こうやってやってます、めんどくさいので。次にチークを塗っていきたいと思います。3のチークを使います。で、出産してからそばかすがすっごく増えたんですけれども、それを生かして最近は、日焼けメイクをしてます。ここにもチークを塗って日焼けしたように見せかけたいと思います。次にブロンザーですね、鼻に塗っていきます。鼻筋を高く見せるように少しでも。次はビューラーやっていきたいと思います。めちゃくちゃ汚いビューラーですいません。次にマスカラを塗りたいと思います。これはエテュセのものです。リッパーのチーク、ラズベリーの色をリップと少し チークに塗りたいと思います。完成です。今日は姉と母が息子を見てくれるのでサロンに行ってきたいと思います。行ってきます。